はい、どうも、ラスです。今回ですね、このノート PC のスタンドをですね、以前私購入しまして、思いのほかね、結構良かったんで、皆さんにね、今回動画でシェアしていこうかなということで、やっていきたいと思います。これね、ボヤタってところの、ノート PC スタンドですね、Amazon で、購入しておりまして、結構ね、在宅ワークでいつもこれね、活用しているんですけれども、私自身はちょっとね、違う用途で使ったりもしてるので、今回ね、そのあたりの使い方も含めて、シェアしていこうと思います。ということで、早速やっていきたいと思います。まずですね、このノート PC のスタンドのいいところなんですけど、結構ね、高さをね、調節することが自由にね、できるんですよね。あと、結構ね、しっかりこうしてるんで、こうやってこう、結構力を入れてですね、こう高さを調節したり、あとね、角度をこうやって、変更したりすることが、自由に、ね、結構できるんですよね。で、めちゃくちゃ硬い。めちゃくちゃ硬いんで、結構ね、女性の方とかは少し力がいるかもしれないんですけど、しっかりね、本当にしてるんで、ノート PC ぐらいなら全然ビクともしない感じなんで、割とね、おすすめかなという感じになります。で、このノート PC のスタンドってなんで使うのかっていうところなんですけども、普通、パソコンをこれね、置いてみるとどんな感じになるかっていうとですね、よいしょ。在宅ワークとかされるときって、大体ノートパソコンだと思うんですけども、こういうね、やつを使ってると思うんですけど、机の高さに比べて、自分のね、この目線が、例えばこの辺りにあるとして、ノートパソコンって、ちょっとね、やっぱり下の方に目線があるんで、ディスプレイをね、こう、見下ろさないといけないんで、結構ね、やっぱりその状態が長く続くと、目がね、疲れると思うんですよね。なんで、その時にノート PC のスタンドを使うと結構ね、目線の高さを、自分の目の高さまで持っていけるんで、目の疲れが軽減されるんで、で、実際にね、ノート PC のスタンドを使うとどんな感じになるかを見ていきたいと思います。はい、この PC スタンドをね、立てて、で、上にノートパソコンを乗せた時にですね、こんな感じになります。で、目線の高さはですね、自分のね、目の高さまで持ってこれるんで、すごいね、この楽なんですよね、姿勢的にも。まっすぐね、このディスプレイを見ることができるので、すごい楽になります。で、もしですね、このまま、タイピングするのはいいんですけれど、疲れる方がいると思うんで、そういう時はですね、このノートパソコンのキーボードじゃなくて、もう一個ね、キーボードを別で買って、で、下に置いて、こうやってね、仕事をするっていうのもやった方がいいかなと思います。この目線の高さに関してはノート PC スタンドを使うとすごいね、作業が楽になるので、これおすすめかなと思います。でですね、私もう一個の、この PC スタンドの使い方を見つけましてですね、それはね、ご紹介してみたいかなと思います。はい。で、もう一個の使い方なんですけど、このノート PC のスタンドをですね、極力もうまっすぐにして、やった時にですね、こうやって、こういうモバイルディスプレイをこのまま立てかけることができるので、これがね、めっちゃおすすめなんですよね。こんな感じにするとですね、このパソコン、ノートパソコン本体とですね、で、あとモバイルディスプレイですね。これで2画面で、マルチディスプレイにして、こうね、普段のね、作業ができるようになるので、これね、結構使い方としてはおすすめです。横に並べるのもいいんですけど、自分はこう縦にね、見た方が、目線の移動が横じゃなくて、こう縦だけでね、見れて、で、あと目線の高さにね、こっちはあるんで、こっちをメインにして、で、こっちをね、逆にサブにするっていうような使い方で、ね、作業するのが結構ね、おすすめだったので、もしね、よかったらこれね、試してみていただけると、嬉しいです。ただですね、この、モバイルディスプレイの高さ、この PC スタンドの高さがですね、あんまり高いところまで上げれないんで、ノート PC のですね、結構大きい液晶を使ってる方はですね、こう被っちゃってちょっと使いづらいっていうのは、あるかもしれないので、そこはね、ちょっと注意した方がいいかなと思います。小さいノート PC の画面だったらこういう感じで結構ね、綺麗に、2画面、丸々ね、いい感じで使うことができるのでおすすめです。実際に画面を出力してみると、はい、こんな感じで、縦にディスプレイを2つ並べて、出力しているような画面のイメージですね。はい、ということでですね、ボヤタの PC スタンドを少しね、ご紹介させていただきました。今回の動画がですね、少しでもいいなと思ったらいいねいただけると嬉しいです。今後もですね、こういったパソコン関係で役に立つね、動画を日々シェアしていこうと思いますので、皆さんね、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではですね、今回はこの辺りで、動画を、ね、終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。